胸椎を含めた脊椎全体の動きをスムーズにする体操です。四つ這いの姿勢になります。肩の真下に手が、股関節の真下に膝が来るようにしましょう。息を吸いながら頭を持ち上げ、背中を反らしていきます。次に息を吐きながら頭を下げ、おへそを見るように背中を丸めます。5秒で息を吸えるところまで吸って、5秒で息を吐き切る感じです。5回、3セット行いましょう。それでは始めていきます。無理せず痛みのない範囲で行います。息を吸いながら背中を反らして、息を吐きながら丸めていきます。動きと呼吸の組み合わせを間違えないように注意します。背中を反らすときは息を吸えるところまでしっかり吸ってください。背中を丸めるときは最後までしっかり息を吐き切ります。はい、お疲れ様です。10秒休憩します。それでは2セット目始めていきます。背中を反らすときは肩が手より前に出ないように注意しましょう。背中を丸めるときは股関節が膝より後方に下がらないように注意してください。肘が曲がらないように注意しましょう。肘は伸ばしたまま行います。はい、お疲れ様です。2セット目終了です。10秒休憩します。それではラスト3セット目です。背中を反らす際、頭を上げすぎないように注意しましょう。背中を丸める際は頭を下げて、おへそを見るような形で行います。反らすときも丸めるときも頭からお尻までがきれいな曲線になるように意識しましょう。はい、お疲れ様でした。これで終了です。この動作を5回セットとし、3セット行っていきます。この体操は1日何回やっていただいても問題ありません。ただし、痛みが出るような場合は、痛みのない範囲で行ってください。実際にトレーニングを行う際は、上の説明編動画をご覧ください。